よ。大丈夫ですか？何が？いや、もう体力とメンタルとちょっとポロポロかな。何しましょう？やっぱこの一番のきっかけになったのって言ったら、うん、ペットボトル。ペットボトルです。もう間違いないです。オジンオズボーンの篠宮くんに僕の感情がむき出しになって怒りとともにペットボトル投げてしまったという、これはもう反省しております。謝ったけどペットボトルの痛みを知らないっていう。何これ、作ったの？いや、これ売ってるんです。ループダウン風です。何これ？あなたの体を使ってペットボトルチャレンジしてる。死んでまうわ。これめっちゃ痛いって。ちょっと簡単に折るとほしい。一旦いった。あー、痛い折れた。いった。あ、めっちゃ痛い。絶対やめた方がいい。ちょっとこの企画考えたんだ。あれ何も知らねえこの業界のこと。いや、ほんまだってウーバーイーツ今も行ってるよ。行ってますね。あの、やらないでしょ、ちょっと一回手一回置いてよ。ちょっと感覚ない。いや、俺がやる。いや、そうなんやな。みたいになっちゃいますけど、大丈夫。川原みたいになっちゃうからやめとこう。絶対立たせよ。ライモンさん。一発でいけよ。いや、怒られませんか？江頭さんでしょ、これ。あやかりたいよ。江頭さんの勢いに。すいません、江頭さん、ちょっとパフォーマンスをお借りします。ありがとうございます。ここだよ。何が？うわ、どうしよう、何これ。ペットチャレンジ成功やんじゃん。イメージはここやね。ここですね。めっちゃ痛いからね。一発で今マジで。違います。オッケー。はい。最終的にぐるーんと回ってここ。はい。スタートだ。オッケー。はい。もう行こう。行きます。もうやろう。ちょっとまだで、はい、ちょ揺らすの一旦やめて。その俺がオッケーって言うんで。はい。行きます。いいよ。ちょっと待って。めちゃくちゃ痛いもんで。高い。はい。とりあえずさ、ペットボトルの痛み受け止めることも大事やから、成功させるだけじゃないじゃん。白身は見てくれてるから、うん。もっと痛かったやろうかな、白身は。ちゃんと、俺、頑張ります。お願いします。行こう。マジ行きますよ。行きます。はい。ちょっとすみません、めっちゃ怖かった。ごめん。ちゃんと受けます。もう次は行きます。はい、いいよ。終了です。はい、じゃあ。けど確かに聞いたことないうめき声ですね。これあかんわ。ちゃんとね、スターズの先当たってるね。めちゃくちゃ痛い、どうしよう。うわ、ちょ、お腹よ今、胸来てる。そのここに、そうやな、ここじゃない、畳むんだろうな。はい、ちょっと待ってよ、ちょっと待って、来たか、ほんま危ない。守らなあかんね、俺は。痛い守らなあかんね、俺は。痛いめちゃくちゃ痛いんやけど、これマジで。今俺喋ってたやろ。今犬に喋ってたやろ。いけるかなって。これね、俺動画見てたら減らしてるよ、これぐらいよ、大体。だってこれがこう回って立つ量にしてある。これちょっと減らそう。
よっしゃ、行こうか。ちょっと低めで、ほんまに今から決まっていくと思うよ。今から一回が決まっていくと思うから。行きます。痛い。もう感覚忘れない間に俺ほぼいっから。はい。オッケー、いきます。ちょっと回転させすぎかな。垂直に。うん、いけそういけそう。これポッと立てば、ポッと立てば。今のは大丈夫、今のは大丈夫だ。ドン、いった。あ、だった。やったー。これだったやろ。これだったでしょ。いや、まあ、いいやんか。左手支えています。いや、消しといてよそこ。そうカットして撮った感じでよくない。どうしたいなのだったら、これなの背中かもしれんな。確かに。うん。ほんなこの形な、うん、オッケー。そこに行って。行きます。はい。あ、いったー。背中にスタッツがちょっと刺さってます。刺さってるやろ。うん。いった。じゃあ。いった。あ、どこやるか。決めよう。はいよ。取った。乗ったなあ。消えた。奇跡。何、立ってない。乗ってるけど立ってない。違かったね今の。あれはちょっとこれ背中ダメだ。お腹だ。あが痛い。もう全然下手やん。もう決めようか。決めようか。マジでここで。感じ感じ。今のそれも落ちてくっちゃったから。長瀬君、はい、次からもさ、はい、ちゃんと試してから企画持ってきて。すいません。チャンネル登録よろしくお願いします。